市場の中なので、こう新鮮なのは当たり前です。石川県はたくさんおいしいものがあるので、お客様に合わせて時期のものをお出しするようにしてます。うちの名前が口に福と書きます。おいしいものを食べると幸せな気持ちになるっていう、その思いで幸福という名前にしました。一度だけでなく2回、3回とまた来てもらえるようなお店にしたいと思います。